タウンゼントベルはアメリカ合衆国のレーシングドライバー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。妻は女優のヘザー・キャンベル。ベルは2001年のインディライツでシリーズチャンピオンを獲得し、同年パトリック・レーシングとデール・コイン・レーシングのジョイントチームから翌年のジャンプカーフル参戦のためのテストとして2 0 0に出場した。2002年はロベルト・モレノに代わって、 パトリック・レーシングからチャンプカーシリーズに参戦した。彼の戦績は複雑なものであった。最高位は4位であったが、ブルーノ・ジュン・ケーラと回避可能な接触を犯し、シーズン途中で執行猶予の後、リオール・セルビアにとって変わられた。翌年は活躍の場をヨーロッパに求め、ビヨン・ビルドハイムのチームメイトとして国際フォーミュラ3000に参戦する。 第9戦のハンガロリンクで3位に入賞し、シーズンを9位で終える。同年の国際フォーミュラ3000では、ビルドハイムをはじめとして、ジョルジオ・パンターのパトリック・フリーザ・ッハー、ビタントニオ・リウッツィ、ニコラス・キエーサといった将来の F1 ドライバーたちが活躍したが、彼はその中で前線した。同年末にブリティッシュ・アメリカン・レーシングのテストドライブの機会を得たものの、ベルはアメリカに戻り、 2004年の途中にマーク・テイラーに代わってパンサー・レーシングからインディカーシリーズに参戦した。2005年は負傷したトーマス・エンゲの代役として第11戦に出場。2006年はビジョン・レーシングからインディ500に出場し予選15位、決勝22位であった。2008年はドレイヤーレインボールドレーシングからミルカ・デュノーが スケジュールの都合で出場できなかったレースに出場した。同年のベストリザルトは、リッチモンドインターナショナルレースウェイでの8位であった。同年はまた、インディ500にサードドライバーとして出場し、予選12位、決勝10位であった。2009年、ベールは、キロボルトレーシングテクノロジーからインディ500に出場した。準備期間は1ヶ月という、限られたもので、 予選は24位であったが、決勝ではトップ5走行、ペンスキーのウィルパワーをかわして4位に入った。また、スピード TV の F1 中継チームのデビッド・ホップズが、親族の死のため出演できなかった時、ベルはその代役を務めた。2011年のインディ500では、予選4位に入ったが、158ラップ目に、ライアン・ブリスコーとクラッシュし26位となった。 インディライツカーとインディカーシリーズインディ500。ありがとうございます。